を務める三毛猫の野良就任3年前の様子園内に保存されている蒸気機関車1105540222186209608露天展示時代110は現在 jr 桜木町ビルに移設されている園内に保存されている蒸気機関車 c 515 c 111 E12 露店展示時代。C51 号は、現在鉄道博物館に移設され、移設後の空いた場所には、雲万454が展示されている。青梅鉄道公園は、東京都大梅市勝沼2丁目155番地にある、公園。JR 大梅線、青梅駅が、最寄り駅である。鉄道開業90周年記念事業として1962年10月19日。 青梅駅北東の長山公園の一角に開園した鉄道公園である。過去に使用された実物の鉄道車両11両を屋外に展示しているほか、鉄道模型運転や企画展示が実施される記念館も設けられている。1987年の国鉄分割民営化により、東日本旅客鉄道が運営を継承し、1997年4月からは関連組織の 財団法人交通文化振興財団が運営を受託していた。2009年4月からは JR 東日本の関連組織の公益財団法人東日本鉄道文化財団が運営を受託している。施設名が示すように博物館ではなく公園としての位置づけであり、開園当初は入場料が無料で展示されている鉄道車両に自由に立ち入ることが可能であった。 しかし長年にわたる屋外展示により保存車両の交配が進んだことから1997年に一旦休園し展示車両の補修整備を実施し、それ以後は小学生以上一律100円の入場料を収受している。現代の観点ではどちらかといえば小規模ではあるが、国鉄最後の心臓蒸気機関車で得意なスタイル、運用でも有名な E10 型や最寄りとなる。 大梅線、南部線での最後の運用に注目が集まった、純鉄道記念物 ED16 系直流電機機関車などを展示しているほか、新幹線冷系電車の展示があることでも知られている。廉価な入場料設定もあり、手軽な行楽スポットとして人気を博しているほか、かつては特撮番組の撮影にも使用されていた。 長らく車両はすべて露天展示であったが、2007年に上屋を設置する工事が行われ、現在はほとんどの車両には屋根が架けられている。2010年9月23日、大梅鉄道公園の園長に7年前からこの公園に住み着いている三毛猫で、メスの野良が任命された。荒廃した、毎手3911露天展示時代の110。 露店展示時代の百獣系小学生以上、個人100円、団体50円70歳以上、障害者手帳所持者は、無料鉄道バス。ありがとうございます。